午後の残月。第五席の三。お松は三八の話を聞いて、大層かわいそうに思います。用語解説。トラホーム。トラホーム。伝染症結膜炎のこと。底比。眼球内の失病のこと。三八。 今日ね、わしが、すきや町をまわって、むしんをいって、これだけもらってきたんです。このなかには、しらないひともあるが、まあ、しってるひとがおおいから、これだけあつまったんです。おまつ、これ、なんのなんのったって、あなたもごぞんじの、それ、みとしろちょうのわかまやのだんね。 あなたをごひいきなすったそれ3年後にお隠れになった信助様のおかみさんですあそこにいるなおやまああの子供種もええ子供種もお二人あるというようなわけなんですが何分にも二人の子供種が養いかねるというのはおかみさんは 目が悪くなったんでございます。虎本務のうちはまだ少し見えたがもうまるで底火になっちまったから困るってんでわしのとこへ泣きついてきなすったから当時はどこにおいでなさると聞くってと駒込の安泊まりにいるってんですが切通しの坂を下りてわしのうちまで来る間に 三度も転んだってんで、子供衆はピシャピシャ裸足なんでげしょ。ああ、旦那がお達者なら、子供衆も何も、こんなに何儀はなさるまいものをと思うと、ほんとにおかわいそうでたまりませんから、いらざるようだが、わしがほぼ歩きましたんで。それは、 関心だ、ね、三八さんの親切なことはどうもお客だってね落ちぶれるたんびにそう親切に世話する人はないよけれどもそれちゃんと親切があるんでげす世の音うる時説儀は市政遊興の間にありこれはわしが言ったんでもなんでもない 口先生がそう言ったんですが実にどうもおいたわしくってどうか工夫をして飽きないでもさせるようにしてあげたいと思うがお金が足りないこういうので出ましたんでまあまあお前さんどうぞこっちへお入んなさいましよまあどうもお気の毒様なことでさぞまあ 子供衆がおあんなすってはまあこっちへおいでなさいよ遠慮なしにおとよ、はい。はいはいありがとう存じますあなた様には新助もたびたびお目にかかったことがございますそうですが宿があんなわけになりましてから親子三人ご覧のごとく落ちぶれまして このように難儀をしているのを見かねて三八さんがご親切にいろいろ心配をしてくださいますのでこなたまでご厄介なことを願いに出ましてございますどうか私ども親子のものを助けるとおぼしめしましてはいはいまあどうもお気の毒千番なして あの僧侶のお子は七つでおうおうその次は男の子はいまあどうも女の子のようねかわいいこといくつ三つでございまして新太と申しまして姉はおけいと申しますそうあの 旦那、まあ、本当にかわいそうじゃありませんか。ちょいと、お金や、何を持ってきておくれ火鉢を。そっちの大きいのに、火をたんと入れておいで。大勢で当たるんだから。もっとこっちへお出しを。さあ、手を出してお渡しんなさい。遠慮しずに。どうぞ当たってくださいよ。 はい、はい、ありがとう存じます。4へ続く。